ラマイナス15ラマイナス15ラマイナス15はソ連のラボーチキン設計局で開発された Z 戦闘機である。初飛行は1948年。DOD が割り当てたコードネームはタイプ21。ラマイナス15は同時期に開発されたミグマイナス15によく似た外観をしているがミグマイナス15がダクトの中央を主翼が突き抜けるという中翼構造を 取っているのに対し、本機は、高翼構造にすることによって、後退翼における強度問題を解決している。ラマイナス15は航空機、航空機174、航空機 174D として開発されたため、試作機はラ、ラマイナス174などとも呼ばれている。また、複雑練習機型は、航空機180として開発された。エンジンは、 ミグ -15 が当時ソ連で最も強力であった、ロールスロイスニーンの国産型である RD-45 ターボジェットエンジンを採用したのに対し、ラ・マイナス15は小型で非力なダーウェントの国産型 RD-500 を選択させられた。そのためラ・マイナス15は十分な性能が得られず、ミグ -15 に主生産機の座を譲り渡すことになったとも言われるが、 エンジン選択の段階からしておそらくは政治的理由が絡んでいたと思われる。結果からマイナス15は迎撃戦闘機として数百機が生産されたにとどめられた。第二次世界大戦時以来ソ連空軍の主力戦闘機を生産し続けてきたラボーチキン設計局の実用機も本機が最後となり、1950年代以降、特に戦闘機におけるミコヤングレビッチ設計局の 独占的構造が確立されていった。ありがとうございます。